こんにちは。11月22日、週刊仮想通貨ニュースです。はい、今週も始まりました。今週も始まりましたね。まあ、見てる方はちょっと伝わらないと思うんですけど、うん、今回からね、ついに、神尾 TV の新スタジオで。新スタジオになりましたね。で、撮影しております。はい。まあ、バックグリーンで合成してるんで、見てる方には何のこっちゃわからないと思うんですけども。この前振りいらんから。僕らにとっては、まあ、新しくね、新鮮な気持ちで、新鮮ですね。新スタジオから始めたいと思って、お届けいたします。はい。今週、もうまたまたもう激動。激動でしたね。毎週激動やから、はい、激動が激動じゃない気もします。激動がデフォルトですよね。はい。今週はまず何からいきましょう。はい。先週の11月15日からの、はい。まあ、移り変わりですね。はい。繊維というか、うん。で、チャート見つつ、ちょっとおさらいしていきましょう。はい。うん。日足ですね。はい。あ、4時間足か、これ。4時間足の BTCSD です。うん。はい。こんな感じですね。前回の15日がここら辺やったんですね。あらららら。うん。15日、撮影した時に、うん、はい。まあ、1段、ここの持ち合いから1段上に上げていきましたよっていうところでした。うん、その前にですね、うん、1時間足。まあ、一応ダブルボトム的な。ああ、まあ、形を形成してから、うん。で、そこはなんか買い支えがあったという話でしたね。そうですね、うん。テザーの買い支えがあったとは噂されてますけれども。はい。うんうん。テザー USD のボリュームがそこまででかいかっつったらそうでもないっていう話もありまして。うん、あ、確かに。まあ実際はどうかはまだわかんないですね、うん。で、ここのネックラインを抜けてきたところから、はい。まあ15日、うん、13日ですね。うん。ここで、また13日、14日。1日半ぐらい持ち合って、はい、抜けてきたところが選手でしたね、うんうん、でそっからですねまた一段上げ、はい、そして、また持ち合ってからの上に抜け、うん、まさかのまた上に抜け、はい、そして8354ドル、うん、過去最高値、はい、更新です、うん、まあ、100万円目前というところまでやってきました。そうですね、8354ドルやったら、うん、まあ、90万ぐらいですか？93万ぐらいですね。細かいな。相変わらず新スタジオでは細かいな。新スタジオ買っても関係ないから。93万ぐらいですね。そうですね。ほ、うんま、うん、にもう100万目前ですね。そうですね。うん、これ、日足に直しますけれども、はい、もう今年のこれ、チャートです。はい、今年1月ですね、ここら辺。うん、12月、はい、もうちょうど、去年、はい、去年の今頃がここら辺なわけです。798ドルやったわけですね、はい。そこから見ると、もう10倍以上になってまして、でこの角度は日に日にもう切り上がっていってるというような形です。はい、なんでその時に僕に買えって言ってくれなかったんですか？いや、絶対買わへんかったよ。1億円分買っとけって言ってくれなかった。いやいや、俺予言者ちゃうから。こんなん分かってたら誰でも買えっていう。うん、先ほど長渕さんその辺ダブルボトムって見ましたけど、はい、まあ、もちろん そこだけ見ればそうですけど、うん、この長期で見れば全然ダブルボトムっていう感じはしないんで、まあ、どちらかというと下げる形なんで完全にね、うん、それを超えて上げてきたっていうのは本当にもうチャートというよりは勢いっていうかね、需給関係とか、うん、先の見越したニュースとかファンダメンタル的な面がめちゃくちゃ強いってことでしょうね。そうですね、うん、まあダブルボトム言いましたけども、うん、まあ無理やりこじつけただけでね、まあでもそこだけ見たらそうなんです、うん、それは全然読み方として間違ってないですけど、うん、長期もうちょっと長いスパンで見た時には、うん、ダブルボトムっていうよりは下げ局面に入りそうな雰囲気やったところを、うん、もう全然覆してきたと。そうですね、うん、もう力強い勢いのある上げで上げてきたっていう感じです、はい、ダブルボトムなんかで言ったらここら辺もそんな風に見れるっちゃ見れるわけですそれを言い出したら全部そうですけどね。そう全部言い出したら全部波打ってるわけなんで、はい、うんうん、でもまあここはね結構鋭角なガンガンという風な特徴的な波になったかなとは思ってます、はい、でまあ一応、まあ、ここら辺カットでもいいんですけど僕はここら辺でね、うん、また買い増しました。いやカットしたらあかんでしょ。であそう何で自分の儲け話をカットしようとしてたんですいやほんでね、うん、またこっちに落ちてきた時に、はい、もう利確しちゃいました。あめっちゃいいタイミングですね。うん、いやでもね持ってたらなーっていうのはそれはダメな感じ、ね、そう、まあ、感じはね、まあ、そうそうそう感想としてはいいですけどね。そう感想感想としては全然いいですけど、うん、トレード中は絶対ダメな感情です、ね、そうですね。トレード中はもちろん持ってませんよ、うんうん、もうエントリータイミングもエグジットポイントもほぼ完璧に近くて、まあ、今回はね良かったですね、うん、マインド、ね、感情的にももう
かなり一流になってきたんじゃないですか。まあ、一流っぽくなってきましたね。うんうん、だ今回はね、土日遊びに行くから、はい、早起きろと思ってたのもあります。その辺に助けられたと。まあ、運も味方につけてきたと。すごい。そうですね。もしこれが水曜日とかやったら、まだ持っとくかな。それですか。金曜日でよかったです。そう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 。ね、この仮想通貨土日も動くんでね、はいはいはい、できればね危ないもんにはポジション持ってたくないから、ああいい感じ、それはすごく大事ですよね、うんうん、まあ、ちょっと抜いて焼肉の人をちょっとでも増やしてというようなイメージでした、はい、なんかだから僕の周りでもなんかよく最近めっちゃ聞かれるんですけど、うん、七星さんめっちゃ儲かってるんですかってめっちゃ聞かれますよ。儲かってます。さすがです。まあ言うても皆さんが思うようなね、うん、そんなめちゃめちゃ儲かってるわけじゃないですよ。うん、いや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 そんな言うたら税務署来るからやめて。全然こっち向いてくれないですもんね。で、はい、これね、01。皆さんおなじみのクリプトカレンシーマーケットキャピタリゼーションですけれども、はい、現在ですね、うん、もうどん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 仮想通貨市場にお金が流れ込んできてるっていうのが分かりますね。はい、これは BTC 合わせて全体です。今日の時点でですね、はい、2420億ドル、25、6兆円か、そうですね、20、うん、そうですね、はい、でアルトコインにもビットコインだけじゃなくて、うん、アルトコインも顕著に上げてます。これビットコインを除いたアルトコイン総額なんですけれども、はい、これも1661億ドルです。はいはいはい、はい、まあ、16、17兆円か、そうですね、それアルトコインも過去最高にお金が流れているんです。そうですね、一時期のピークからちょっと下がってましたけど、そうですそうです、また流れてきたと、流れてきてますね、うん、だから仮想通貨市場全体が活況に沸いてるっていうような状況ですね、はい、うん、まあ、ちょっとおさらいにはなるんですけれども、はい、もう一回やっておきましょう、はい、うん、全部ちょっと引いてみましたけれども、はい、まあ、今回この今はですね、これ一つの波、うん、ここで一つの波、はい、でここで、まあ、ちょっと波かいって思うけど、ここでまあ一つの波と言います、はい、でここで一つの波と言います、うん、まあ、これをね全部一つの波と見る風にも僕は見たりしますけれども、はい、まあ、一回これでやってみますね、はい、一回見てみますね。で最初の波はですね、うん、2000日、うん、約2100日かな、はい、で79日ですね、うん、で上げてきた、はい、それを 1000ドル、約1100ドルですね、うん、要30日で落としてきた、うん、半分ぐらいですね、はいはい、落ちてきてるわけですね、うん、で半分ぐらいの期間で落ちてきてるということです、うんうん、で次の波はですね3000ドル、3100ドル上げてきました、はい、うん、でこの48日、50、約50日で落としてきました、はい、で下げはですね約2000ドル、うん、で13日で下げました、はい、2週間ですね、うんうん、で次これを波と見ましたらですけれども3200ドルを上げてきて、はい、で約800ドルを4日で下げました、はい、うん、これ下げたのが10月25だから、ビットコインゴールドの付与の時ですね、うんうんうん、こっちはちなみに中国の取引所閉鎖のニュースです、はいはい、で今回ですね、そのビットコインゴールドの付与からまたブワー上げてきまして、はい、で2500ドル、うん、2週間で上げました、はい、でその次に約ほぼ 100% ですね、うん、2300ドルを4日で下げました、うん、はい、というような具合になってます、はい、まあ、どんどんですね、こう期間も短くなってて、うん、この価格の変動幅はでかくなってるというような感じに見て取れますね、はい、うんうん、でちなみにですね、これをこっちをもう一つの波と見た場合ですけれども、はい、これ54日で4900ドル上げてきました、はい、で 50日です、うん、それをですね、まあ、約半分の2300ドルを4日で下げたというような形になってます、はい、うん、なんでね、うん、今、うん、マンダムって言うかと思いました。何ですか、それ。古いけど、なんか言いそうな雰囲気あったなと。雰囲気が。でですね、はい、戻しますけど、まあ、まあ、確実なことは言えないですけども、これから後でニュースとかいろいろお話しますけれども、うん、今までもう下げるやろ下げるやろ、テクニカル的に見たら絶対下げるやろっていう局面で今までずっと上げてきてるわけですよね、うん、もう
うさぎるやろと思って僕はもうビットコインにはで入ってないんですけれども、はあ、それでもまだ上げる可能性あるんですよ、うんうん、この切り立った壁の今までの波を踏襲するとするならばですね、はい、まあ、僕の勝手な見方ですけれども、はい、どんどん上げ幅はでかくなり、そして角度は急になっていってると、はい、でこの今回のですね、この角度は急ですけれども、うん、期間は短いですけれども、上げ幅としてはまだまだ、うん、まあ、今までの波をね、はい、こうなんか雰囲気を踏襲していって切り立たせていくんならば、うん、まだまだ足りないかなと、はい、まあ、つまりはこれ100ドル目指していってるんじゃないかなっていうふうには上げる可能性が、1万ドルです、1万ドルです、1万ドル可能性があるなっていうふうに僕は今思ってますね。うん、勢いはありますよね。勢いありますね。ほな買っとけよって言われるかもしれないですけど嫌です、うん、それを達成した後のビットコインがどうなるかは本当に分かんないんで、うん、まあ、30% から 50% ぐらいは全然落ちる可能性あるなと思ってますね、はい、うん、もう本当に過熱しすぎたところでドーンって登ってドーンって下がってまたドーンって登るかもしれないですけど、うんうん、まあ、もうだいぶ加熱してバブル気味という感じですかね。そうですね、うんうん、まあ、ここからもしね本当にもう全然調整することなく2万ドル、うん、とかちょっと考えにくいですよね。考えにくいけども可能性はゼロとは言い切れない。ああ、もうあるでしょうね。バブルだったら全然その辺いくと思う。うん、まあ、その日経平均の時と同じで崩壊した後は怖いですけど、うん、まあ、まあ行くとしてどこまで行くかそれはもちろんどこまで、ね、みんなが加熱していくかによって変わるん で、 そうですね、誰も読めないでしょうしね、うん、っていうことですね、うん、なんで今回ちょっと価格予測 しよう思ったんですけれども、うん、まあ、前回ね一応 BTC 上がっていくわっていうふうに言って、うん、ほんまに上がっちゃったんですよね。いや、ええことや当たってるってことですね。当たってるよ。当たってるけど、うん、どんどん危なくなってるっていうふうに僕は。ああ、まあまあ、それはね、うん、こんだけ調整らしき調整なく上がってきたら怖いの怖いですけど、うん、そうですね、一応7節予測は全部当たってるんで、そうですね、そのうちも崇められていくんちゃうかと僕は思ってるんですけど、もう穴見てますね。あのバブルの時の、うん、何でしたっけ、銀座の母？銀座の母？銀座の母が、なんか、占い師？なんかいたじゃないですか、そんな人。ちょっと名前ちゃうと思うんですけど。ああ、新宿の母的な。なんかそんな感じの人。本当に証券会社の人、みんなその人に。あ、聞きに行ったんや。聞きに行って、その人の発言きっかけでバブル崩壊したと、一部言う。そんなに？都市伝説ですけどね、それは。そんなでかい。そういう人がいたんで、なんかそういう、なんか、大阪の七不思議みたいな。待ってください。大阪の羊みたいな、そのうち呼ばれちゃうかと思って。あ、なるほど。うんうん。当たってるもんね。どっかでね、うん、どっかでバーッ下がるわって言い出したらやばいですね。うん。まあ、あとちなみにですけど、このね、ちょまあこれ、エリオット波動とかそういう波の見方とか、うんうん、今七不思議さんがやったこととちゃんとした解説は僕の方の株の初心者のコーナーで、うん、これの引き方とか、うん、どうやってこれはそもそもどういう意味を持っているのか、その波の見方とかエリオット波動っていう考え方とかは解説します、うんうん、はい、なのでそこはちょっとまあ、なんと今はニュアンスを伝えてもらいたいと思うんですけど。そうですね。早くしてくださいね。お願いします。僕別に神尾さんに学習ったわけちゃいますからね。あ、じゃあ、別にあなたがやっていただいても全然いいわけですよ。いやいやいや、教えてください。教えてください。それ待ってて、もう してくれへんから自分で勉強したんですまあ、それも含めて、七星さんはいつも聞いてフィボナッシュのやり方とかも解説する予定なんで。うん、ね、はい、もっと深いことをね、はい、やってほしいですね。早、う、く、ん。フィボナッシュも一応引いときましょうか。あ、さすがもういいに触れたから七星さん何でもやってくれますよ、皆さん。そんなことない。一瞬だけです。すぐ。ちょっとツンデレ。こんな感じですね。うん、まあまあ、この年初の安値から引いてますけども、はい、大体ね、うん、こんだけの、スパナルともう正確に合わせる必要はあんまないと思うので、はいはい、まあ、まあ、ニュアンスでやりますけれども、はい、一応ね、ここ、うん、ここは実態で合ってますね、はい、32.8% かな。で、ここのヒゲですね、うん、今回の下げの、はい、ヒゲのとこも 32.8% で止まってるというような感じですね、5555だ。これ USD だからちょっと変わるんだ。あ、USDT なんで僕が一番いつも取引してるのね。テザーですね。テザーです。テザー7節。違う。テザー7節。違う。2回言わすの。
で、まあまあ、ここでピタッと止まってるっていうようなイメージですね。うん、で、まあ、実態としてはここで頭、23.8 かな、うん。で、頭を押さえられてたのを抜けて、高値圏入っていったというような見方ができますね、今のところね。うん、なんで、1を落ちるとしたら、ここからパンと落ちるとしたら、最初はですね、やっぱり25日でもサポートされてないからな、ほとんど。うんうん、25日はまあ無視。はい。うん、で、ここですね、サポート&レジスタンスで前回高値を抜けるかどうか、うん、次、その下の実態のここら辺の、レジスタンス抜けるかどうか、で、次に 23.8% 抜けるかどうか、うんうん、抜けたらガラッとくるかもねっていう感じですね。はい、まあ、ただ、ここの5555に安値を抜けないと、過去トレンドに入ったっていうふうにはならないと思うんで、僕は、はい、まあ、ここをドンというふうに抜けてくるような、ね、うん、ことがあれば、はい、思い切ってこう拾いに行ってもいいんじゃないかな。あ、名越さん的にはバーゲンセールと見て、買っていくと。買っていく、買っていきますね。うんうんうん、それがめっちゃ自信あるときは、僕に LINE で自信ある、帰ってくださいね。もういいや、そういうのせえへんと俺。まあでも、うん、ここら辺まで行ったらね、まあ、どこまで落ちるか分かんないですよ、はい、どこまで落ちるか分からんけど、うん、まあさすがに反発する可能性は結構高いと思うんで、うんうん、でちょっとでもね、あの予想と外れたらすぐにロスカットを入れれば入れたらいいだけですし、はいはい、で次にこっちですね、 50% ぐらいかな、 50% のライン、はい、で 61.8% とありますけれども、うん、まあもう安だったら買っていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。まあ、一応だけフォローしとくと落ちてくるナイフは拾うなっていう相場確認があるんで、あ、そうだそうだそうだ、まあ、落ち切ってからを確認してからのがまあどっちかっていいと思います。そうなんですよね、まあ、これなんですよね、それ難しいのは。そのロスカットはちゃんとできる心理状態とかテクニック、うん、の自分のスキルがあるんやったらまあいいと思いますけど、うん、まあ、一応格言的にも僕もそうですけど、ちゃんと落ち切ったのを確認してから勝った方が、多少ってその後ちょっと上がってからなったとしても、戻ってた時にこう打った、勝った方がまあ安全ですね。そうですね、うん。確かにそれはそうなんですけど、ここをね、拾えるかということなんですよね。まあ、あらかじめシナリオを立てて、どんだけ自分がロス許容できるかとか、そういうのをシミュレーションしておけば、まあ言ったら、今言ったポイントとかでですね、差し値で買いを入れていく、買い注文入れておくことはまあ可能やと思うんですね、うん、で多分いきなりこれが来たとして、うん、落ちていくナイフ拾うぐらいの勢いじゃないとこれって拾えないんですよ。もう一瞬ですよね、まあ、それ1日それ冷やしでしょ。冷やしです。じゃその終わりにあたりで買っても全然いいじゃないですか。終わりにここで、うん、あ全然いいね、うんうん、それいいんですか。あ、これだ、うん、あ陰線だ、こっちだ。だからそのフィボナッチのそのうん、重要ラインとこにタッチして跳ね返ったのを見てから終わりのあたりで買うっていうのはまあいい。まあ本当はもっと待った方が全然いいんですけどね、落ちてくるナイフようなで言うなら、なるほど。でもまあ仮想通貨っていうのをちょっと応用してちょっと早めに行くんやったらそういう考え方も全然あると思いますよ。そうですね、これ1時間足です、うん、はい、これですね、さっきの下げのところは、これをブワーン行ってここのヒゲのとこ、まあここら辺ですね、終わりになるんで、はい、これで拾えるかなぁな。拾えたらもうラッキーですね。スコーン上げてるからね。でもそうやったらその、もうそこは諦めて、うん、まあダブルボトムっぽくなってるところの、ここら辺で。そこねのか、ここや。ね、うん、そこじゃないですね。そこ、2つのそこねの、こっち。戻ってきた持ち合いのところら辺で買っていくのもいいです。はいはいはい。なるほどね。うん、あんまり、まあまあ、いろ考え方もちろんいろいろあるんでいいんですけど、うん、一応安全策としてちゃんとそこで売ったのを確認してから買う方が、バーゲンセールとしても、その特に下げてからの時はね、うん、もう一段下げ、もう二段下げって全然あるんでね。うんうん、そこは一応。そうですね。はい、怖いですね、これ。怖いですね、ここで。ここで買うのはほんまに怖いわ。うん、だから僕はここ上がってからこっちで買ってる。あ、それが全然一番正しいやり方ですよ。うん、全然間違っていないです。間違ってないです、うん、はい、だから儲かってるんですよね、うん、そうですね、そうですね、なんでこれちっちゃいねあ、まあ、もう言わんといてほんまに儲かってるやつや言わないっていう怖くなってきたそうですね、そんな感じで、うん、まあ上がるならばほんまにここからまた加速していく可能性はあると、はい、今までのね波の流れを見ていると。で、下げるならば、さっき言ったポイント、ここ、うん、7960、まあ、まあ、価格は言わない、ここら辺ね。はい。ここら辺、ここら辺、でここら辺、うん、ここら辺、ここら辺に要注意ポイントかなっていうふうに思ってます。はいはい、うん、まあ、もしかして、ズコンとこっちに行く可能性はあるよっていうことですね。うんうん、
はい。ちなみにですね、はい、ちなみにですけれども、うん、はい、これ今出したのはですね、BCH を同じチャートに出しています。はい、の価格の1000円ですね、はい、うん。で、これ4時間足ですけれども、うん、ここら辺はですね、10月の3日とか10月ぐらいからはずっとビットコインが上がれば、はい、うん、BCH 下がって、はいはい、でビットコインが下がれば BCH 上がって、うん、というようなことを、はい、まあ、若干繰り返してました、うん、でですね、今の、まあ、前のめちゃめちゃ上げた時これですね、はい、うん、ちょっとボラがでかすぎてここ入れるとチャートがめちゃめちゃなってしまうんですけれども、うん、で、ここ上げてるとき下げてる、上げてるとき下げてる、はい、で、はい、上げてて下げてて下がって上がって、うん、でなんですけれども最近ですね、20日あたりから、はい、うん、上げてるとき上げてる、うんうん、上げてるとき上げてるっていう感じで、はい、相関関係が外れて、うん、今 BCH だからビットコインが上がろうが、はい、これちょっと見ときますね、 BCHUSD でちょっとチャート自体切り替えますけれども、ビットコイン上がってますけれども、うん、BCH がふんわっすーな感じですよね、うん、そんな感じでずっと横に推移してるんですね、はい、うん、という感じになってます、うん、なのでもしですね、はい、ビットコインが暴落するようなことがあれば、うん、流れる先は僕は今回はまあ相関関係外れたって言いましたけれども、はい、うん、BCH に流れる可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。なんで、うん、まあ、今ね仕込むタイミングではないですけれども、まあ今完全にもう持ち相手は横、うん、ね、横ばいしてるんで、そうですね、買うとかではないですけど、そうですね、これは逆に言うとエネルギー溜まってる状態なんで、そうですね、どっちかに大きく動く可能性全然ありますね、うんうんうん、で今までですね、うん、まあ、これ MA ですけれども、単純な指標になりますけれども、一応ね、これ今は移動平均、ね。今、移動平均数ですね、うん。75日にここサポートされて、はい、で、これ75日超えてきましたけれども、うん、100日に触れる前にサポートされて上がっていってます。うん、なのでですね、今75日も触れてるんですよね、うん。で、次にですね、もし下にブレイクするとしたら、100日あたりで差しに入れて買っていってもいいんじゃないかなっていうふうには、感じてますね。もうそれは全然正解ですね。お、うん、僕でもそうします。やった、うん、ということですね。もしその予想と外れたらですね、まあまあ最低でも半分は決済すると。最低、あ、はい、うん、まあ全額決済するか、うんうん、それか 70% ぐらい決済するか、自分の予想外れてたんで、うん、まあ、決済はしてくださいという話です。はい、はい、次週ね、どう動いてるかちょっと楽しみですね。長くなりましたよ。結局5分で終わらへん。ほんまやな。30分まで。まあまあ、でもその分ね、内容濃くお届けしてるんで。そうですね。うん、はい、30分でも、でも見てくださってる方多いんだよね。あ、本当ですか、うん、ありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、それでは、はい、次週もまた、長くさん熱いチャート予想が入ると思いますので。熱いチャート予想。めっちゃ熱いがいい。熱いがいい。熱い、熱い。まだ今まだ会えてめっちゃ寒いけど暑いもん。今ね、暑い。あゆちゃんの肩出して寒いと思うけど暑いもん。はい、結構暑いです。まだ会えて寒いけど。新スタジオまだ会えてて寒いけど。何回言うの？俺が先上げた。なので、ね、見逃さないためにぜひチャンネル登録のお願いします。はい、お願いします。ね、まだ LINE やっておりますので、ぜひご登録ください。Facebook、Twitter、Instagram やっていますので、ぜひできればフォローしてください。はい、じゃあ今回も見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。